黄色い帽子の沖縄にに旅行に行く2023年7月2日気温50.2度湿度67%パー天気晴れえっと水筒に懐中電灯沖縄の旅行頑張ってお前のために大掃除があるんだけどななるほどな俺が春蔵と一緒に沖縄へみんなと行くってことなんだな 頑張ればあちゃんのお土産も楽しみにしてるわこんはるお父さんそれ宝箱の鍵じゃないのああしまったー2023年7月3日気気温 53. 度湿度湿天気晴れ次の日マギーダンロップはこんはるとはるぞうを先に港に着くように準備をしていた。 あれおかしいなみんな来ませんねみんな今何時だと思ってるんじゃ今7時じゃよもう開会式始まるまでもう少しなんだからそうだよまあまあ待ってください私の瞬間移動スイッチがありますからね 皆様よく来れましたねおはようございますではブルームズベリー館長さんが沖縄に行く準備の開閉式が行いそうです、えー、皆様おはようございますえー、っと黄色い服や帽子かぶったデッドが 沖縄に行きたいそうです皆さん遅刻せずに準備はできたかな黄色くんの名前デッドって知ってたよくわかるワイズマン君がマギー・ダンロップという黄色い帽子のおじさんの友達一緒だろ 言ってるのよ違うわよ。<laughs> 私がアニメでマギー・ダンロップは劇場版のあーなるほどな確かそのような関係でいたんだが。でそれでは開会式を終わります。 黄色くんが人気らしいんだってそうなんですよ博物館の年収500万円だっておおちょうど船が来た十文字さんなんで田中いないのか 夏風邪引いたらしいんですよ。夏風邪それは心配ですね。それに、チャさんも休んでいたらしいですよ。あ、あの、俳句の、そうです。その人も今日夏風邪ですね。That's right. 今日は夏風邪でこねない理由は本当は行きたかったけど行けなかった Sorry 地上によって仕方ないことのようですチャーキー俺はトッピー アイパーディスキューの体調をしているんだ。うん、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 ええー、このコップはダメだよ。カランコロのだから。あん、しょうがないな。僕の少し飲んでていいよ。うん。あー ちょっとこれはどういう騒ぎなのだって犬なのよチャーキーは脱走の名人だからスティーブとベッツィーに追いかけてもらってるしねガランコロ大丈夫だったよしそれでは。 ブルームズベリーがフェリーの生活での沖縄に向かうまでの説明をしますペット何か嵐が来てるぞえ嵐おじさん何台かける台風ですよえまさかこれ悪いんだじゃないか あんな大声出すとおお気まずいですよ悪いんだわねウィンク姫を盗むために悪の帝王として2000年前の眠りから目覚めたようですそれで今復活して 台風を話して。<laughs> え、なにおい、それ、一体どういうことなんだ台風なんて怖いよ。<laughs> できれば雨じゃなければいいんだが。<laughs> そんなに怖がらなくていいわよ、テッド。 ワイドマン、そうよ。あれ？えマーキー？これってもしかしてマネインダーの大風？あああああ。私はこのトミカワールドでいうマネインダー様がみんなよろしく。あちょっと暗く,くて。

うう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 ちよりバカな仕事が起きてるよし、みんな目つぶれ。ふぐさ君今沖縄に着いたようだ。 時間よりも早く着いちゃったわ。もう早めですかレレレのレイ <laughs>。時間に遅れるのイライラするかと思って。早めに来れてよかったよ。そうだね。 アナゴくん、沖縄に本当ついててよかったよね、タラちゃんわーいですーシオントミカ王国の王様に電話するわよ了解あれ電話出ないわもう電話つなげなれないかな よしスプリント電話繋がるから待ってろよじゃあ私はもう繋いでもらうよもしもしスプリントです今コンハルたちが沖縄に着いたので時間より早く着きましたそうかなら悪いんだがどうでもいいからないや本当に今日は優しいですよ 台風の襲いかかの中なるほどな沖縄の台風に注意しながらんと早く着いたってわけだなけど途中でみんなが騒いでたんでシオン You are hungry! 朝おにぎりしか食べてないので、今お腹空いてるよ。ハーフファ fine in o k i n a w 沖縄についてよかったな。パオーユーフーおばあちゃん私も沖縄についてよかったわね。もうほんと行けてよかったわ。ひひひー 命の忍耐者永遠に。おお、鍋ビスカス。ハイサイ。ワンワンメビスカス。ハイサイ。メンソール。メンソール。シークワーサークワッチか。うん、あるぞ。黄色い帽子のおじさんのために沖縄を。ついて行った時は楽しかったよな。 俺もそうだよ本当楽しいよね2023年7月4日気温48.6度湿度58%天気晴れただいまー,ーおかりみんなにお土産だぞほらシーサーの DVD シーサーの DVD って何シーサーのビデオよそうだよ沖縄楽しかったかい楽しい旅行できたシグナル大統領から聞いたけど台風で れたんだってそうそう悪いんだ,のおかげだよな春蔵ーンあのジョージと黄色い帽子が沖縄に行きたいとマギー・ダンロップから聞いてこうしてコンハルとハルゾは家族全員に沖縄の出来事を話していた。 しかし、大変なのは、ワレンダーが、悪だくみをしていながらも、おかげで時間より早く着くことができたからだ。これこそ早めに生活ができたおかげ。ほら、シークワーサーのビデオを買ってきた。 すごいなよくできてるぞ。<laughs> 沖縄県那覇市。那覇市そのころ、ジョージと黄色い帽子のおじさんは沖縄の旅行が楽しめて大満足だった。すごかったよなジョージ。 ー「いつまで食べるんだい?」ところでえ日曜日まで食べる気か?」「ああだな朝のもみ出しは」 「こんな夜にはあなたと二人歌って踊ろうくれれ」「うたえば楽しい」「れば楽しい」「円んまいはすてきぞ